現代データ野球、まあ、メジャーリーグ、本当にデータ重視になっているので、その最新事情を聞いていきたいなと思いますメジャーリーグって、かなりデータが重視されるようになってますよ、ね、本当にあらゆるところにこうデータをが使われるようになってるんですよね。 それはあのもう本当にフィールドで起きているあらゆることが今数値化されるようになっているんですよ。データの活かし方はいくつもあって、まあ、一つは,やはりあのフィールド上で起きていることを分析する、まあ、大きくビッグデータを使って見ることによって見えてくると、そ,してそれを采配に取り入れることができる、うん、もう一つは選手たちがどうすれば選手として向上パフォーマンスを向上できるかとというここもかすことができるんですよ、ね、データ変調の例外というところも出てる。 これもある気がするんですその辺って今メジャーリーグでどんな議論がされてますか一番言われるのはデータ重視の野球によって野球がつまらなくなったっていう議論が一番多いんですよねここは正直僕も納得できるところでちょっとデータに関する理解がちょっと乏しいとついていけてないのであのデータにこうなんか振り回されちゃってる気がするっていう 例えば監督さんとか多いです。ちょっとこう柔軟にこうデータをどうあの使っていいのかわからなかったりとか理解できないことによってそれに取り残されてしまうという現状はあると思います。そしてはいえー、本日のゲストをお呼びしますえー、ジャーナリストの志村智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、あの、志村さんは、あの、ロサンゼルスに、の郊外の、えー、オレンジカウンティーっていうところに今住んでて、まあ、ずっと、あの、大谷翔平選手を追いかけていて、英語と日本語、まあ、両方で、え、記事を書いてる、非常に珍しいジャーナリストということで、今日ちょっとお話を聞きたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テーマがですね、あの、大谷翔平選手が向き合う、まあ、現代データ野球、まあ、メジャーリーグ、本当にデータ重視になっているので、その最新事情を聞いていきたいなと思います。 あの、ど、どうですかやっぱり、あの、志村さん取材してて、アメリカのメジャーリーグってかなりデータが重視されるようになってますかねもう、あの、僕自身も多分把握しきれてないところがあまりに多いくらい、本当にあらゆるところにこうデータをが使われるようになってるんですよね。それは、うん、あの、もう本当にフィールドで起きているあらゆることが今数値化されるようになってるんですよ。それはレーダーだったり、うん、カメラだったり、いろんなものを使って数値化してると。なので、 選手たちやあのチームはそれを使っていかに強いチームを作るとかいかに上手くなるかということを、えー、に活用してますし、記者からすると 自分たちが、例えばある、あの、どの選手が、あの、どれだけ活躍しているかっていうことを話すときに、単に主観でいい球を投げたとか、あの、球の切れがいいとか、<laughs> あの、そういったもう主観ではなくて、ちゃんとそれをデータで、あの、客観的な証拠として示して、自分の意見を言わなきゃいけないというところで、記者としても非常にそういったところがもう求められてるんですよね。データについて知っているとか、はい。しかもその単純な、なんか本塁打数とか、えー、勝利数とか、そういう単純なデータじゃないんですよね。もう全然違いますね。もう今は、 本当に打球速度が、例えば100、あの、今打った球は105マイルだったとか、もう走ってる速度は最大秒速28.3フィートだったとか、この今打った打球は40%の確率でヒットになるはずだったとか、スライ、今の投げたスライダーは1分あたりの回転数が例えば2200ぐらいで、回転の向きがちょっとこうでとか、あの、もう横の変化量が例えば今15インチ、あの、曲がったとか、そういったレベル、ま、さらに、今はもうさらにもうそれよりも、 深いところでこうデータが出るようになっています。わかりました。あの、今日ちょっとお話3つに分けて伺いたいんですが、1つ目は、まあ今おっしゃったような、まあ現代データ野球の現状、まあどういう状況なのかっていうのは、まあ日本ももちろん進んでるんですけど、本場アメリカのメジャーリーがどうなってるのかっていう話。で、2つ目が、まあそれに対して大谷選手がこのデータ野球とどう向き合ってるのか、まあここは、 なかなか日本で伝わってこないというか、日本の報道だとどうしても大谷さんみたいな、アメリカンで大人気みたいな、っざっくりとした報道が多いので、大谷選手がどうデータと向き合っているのかを聞いていきたいなと。で、三つ目として、まあ、次世代野球ということで、あの、実は志村さんご自身が、あの、ご家族というか、お子さんの、まあ、野球のリトルリーグのコーチもされているので、その取材者としてだけでなくて、保護者としてですね、今の,あのアメリカのベースボールというのはどういったことになっているのかっていうのを聞いていきたいなと思います。 まず初めの,このデータ野球なんですけど、ちょっとスライドを準備してるんですけど、あのまあ、日本でもあの映画が有名になったので、まあ、2000年代初頭にです、ねまあ、マイケル・ルイスがマネーボールというのを書いて、まあ、アスレチックスという、まあ、当時弱かった球団があの、まあ、データによって、えー、いろんな勝利を収めて、まあ、ここからやっぱり経験とか感覚ではなくて、まあ、データをもとに野球をやるんだという、まあ、そういう意識が広まったとされているんですが、やっぱり志村さんの感覚でも。 この20年、そうなってきてますかねマネーボールは、本当に野球を見る人だけでなく、本当にこうビジネスやってる人も、本当に誰もが見た方がいい、あの、本当に素晴らしい本なので、あの、何ですかこの野球を変えたという意味では、本当にこのマネーボール以前と以後で、 ガラッと変わったと言ってもいいほど影響力になった本ですね。島さんの本にもあったんですが、今本当にさっきおっしゃったように、球場中がまあデータで捉えられているということで、スタッドキャストというのは、これはどういう仕組みなんですかねあの、スタッドキャストというのは、レーダーと、あとカメラを使って、あの、球場内で あの起きているすべてのまあ、ほぼすべての動きフィールド上で起きているすべての動きを数値化することができるシステムなんですよね装置が投げた球の速さはもちろんのことその回転数だったりどれだけ曲がったとか あとは選手がどれだけの速さで走っただとか、打球がどれぐらいの,あの速度で飛んだとか、どれぐらいの角度でどれぐらいの速度でどこまで飛んだかっていうことを、あの本当に即時に数値化することができるシステムです。もうこれを追っかけていると、まあ単純な本類打数とか、 えー、勝利数ではなくて、その一塁へのスピードとか、そういったことを全部測ってるってことなんですね。そうですね。あの、ホームラン、単にホームランが打ったじゃなくて、今のはどういうホームランだったんだろう。本来ヒットになるべき打球だったんだろうとか、いろいろそういったことが見えてくるんですよね。なので、単にそういったアンダーだったではなくて、今のがどれだけ質の高い ヒットだったのか、本来ヒットになるべき打球だったのだとか、単に運が良かったのかっていうことまで分かってしまうんですよね。うんうん、しかもそういうデータを取って、まあ、あの、監督とか、ジェネラルマネージャーとか、一緒にまあ分析して、それをいろんなデータをもとに、まあ、選手のパフォーマンスを向上するための、まあ、一人施設もあるということですかね。はい。あの、そうなんですよ。あの、データの生かし方はいくつもあって、まあ、一つはやはり、あの、フィールド中で起きていることを分析する。まあ、大きくビッグデータを使ってみることによって、例えば、 この状況では、例えばバントをするのがいいのか、ヒットを狙うのがいいのか、だったり、あとランナーが走る方がいいのか、走らない方がいいのか、ということが見えてくると。そしてそれを采配に取り入れることができる。うん、もう一つは、選手たちが、その自分のフォームだとか、そのじ、あのー、自分のスイングだとか、その打球の行方だったりっていうデータを使って、 どうすれば選手として向上、パフォーマンスを向上できるかということにも生かすことができるんですよね。そして、それを行っている有名な施設がアメリカのドライブラインっていう施設で、ここは大谷選手も2021年の MVP のシーズンが始まる前に通って簡単に話題になりましたよね。そこは本当にこう、うん 科学的なアプローチとこうデータを駆使することによって、えー、選手のパフォーマンス向上を目指すという施設になっています。例えばフォームの指導だったりとか、こういったことをすれば、例えば疲労が少なくなるとかっていう、そういった指導まで細かくあのデータに基づいて行う施設ですね。なるほど。そうするとですね、結構まあ、いくらでもアメリカのデータってあると思うんですけど、まあ、ちょっと少し取り上げた、まあ、この志村さんのルポ・大谷翔平からも、 えー、すど、引用したんですけれど、どうですかねやっぱり、まずこの打率より、まあ、出塁率とか、超打率、まあ、OPS とか、まあ、こういった数値が今、重視されるようになったということなんですけど、ちょっと志村さん、これ解説いただいてもいいですかねあの、これまでは、あの、まあお、野球、あの、ちょっとかじったことがある人は、打率っていう言葉を聞いたことがあると思うんですよね。<あ>打率というのは、どれだけ、まあ、ヒットになる、あの、自分の、あの、バッターがやったことがどれだけヒットになったのかっていう、その確率を示すんですけど、大きな問題として、まず一つは、死球がそれに入ってないんです。 ね。死球というのはフォアボールで一塁に出るという。そのあの能力が全く反映されてないと。あともう一つは打率はヒットとホームランを同じに扱ってしまうんです。同じ価値のものとして。なので、同じ打率2割5分でも、ホームランを100回中25回全部ホームランだった人と、全部25回シングルヒットだったっていう2人の打者を 同じ価値としてみなしてしまうんですよね。それはちょっとおかしいじゃないかっていうことで、マネーボールで、えー、特にこの有名になったんですけど、出塁率。どれぐらいの確率でバッターが塁に出るのか。逆を言えば、どれだけアウトにならないかっていうことを重視した出塁率が注目されるようになったんですよね。このビッグデータの活用によって、アウトにならない力っていうのが、あの、そのチームの得点に大きく関係してるっていうことが分かってきたので、この出塁率が実は打率よりもずっと重要なんだと。 さらには、それに加えて、えー、どれだけ、あの、当たりが良かったのか、まあ、どれだけ長打になったのか、シングルよりも、二塁打、三塁打、ホームランの方が絶対価値があるんだから、それも考え、考慮すべきだということで、えー、見ているのが、長打率っていう指標なんですよね。そして、その出塁率と長打率を足し合わせた数値を OPS、<music> オンベ a スプラススラ s l u っていう、えー、指標として、今、 あの、ファンのな、一般的なファンの中でもかなり、この、え、打撃力を、あの、見る指標として注目されています。だいたいこの OPS でじ、じあの、の順位が、この、メジャーでいう打撃力の順位に、えー、だというふうに、えー、まあ一般的に見てて間違いないと思います。 なるほど。そうすると、アメリカでは、その、まあ、メディアだけじゃなくて、ファンも、あの、OPS をもとに大谷選手を評価して、あ、これはすごいなって言ってるってことですか ?OPS だけではないんですけれども、OPS は、まあ、あくまで一つ分かりやすい指標として、かなり大きく持ち、用いられている指標で、特に大谷選手の、あの、凄さっていうのを、まあ、分かりやすく表している指標だと思うんですよね。というのも、大谷選手は、打率はだい大え2割、5分から3割、まあ、 今年は、ね、かなり打率良くなってますけども、最初の2021年 MVP 取った時も確か2割8ぐらいかな。えー、まあ、2割8分、2割7分、2割9分ぐらいのところで MVP を取ってたと。そうすると、あの、打率を重視してる見てる人にとっては、あれこんな、あの、なんか平均的な打率で、なんで大谷が世界一なんだって言うんですけども、OPS を見ると、メジャーでナンバー、えっ、ー、と、あ、その時はピッ、打者としては、例えば、まあ、少なくとも5本の指には入ってるんですよね。 そして今年は1位なんですよ、その OPS で。つまり大谷選手は、打率ではもしかしたら、えー、30、40位かもしれないけども、打撃力って、総合的な打撃力で見たら、実はメジャーで5本の指に入る存在。今やもう1位の存在だということが、もう本当一目でわかるんですよね。はい、そういう意味で、うん、OPS の方が、 あの、打率やホームランを、こう、単独で見るよりも、大谷選手のすごさを一目で分かるっていうことですね。あとは、あの、打球の初速度とかですね。あと、ま、一塁の到達時間とか、そういったことも結構見るようになってるんですね。そうですね。あのー、やっぱり、強い打球を打てるっていうのは、運とか関係なく、やっぱり技術として、あの、優れているので、もう、運、運とは関係なく、素晴らしいバッティングをしてるっていう証になるので、打球速度が、例えば、100マイルを超えるといい。 バッティングだって一般的に言われるんですけど、その100マイルを超えた打球が、例えば取られてアウトになってしまっても、あ、それは単に運が悪かったとか、まあ、例えば打球速度80マイルでヒットになったら、これは、まあ、単に運が良かったんだな、っていうことが、あの、見て取れますし、まあ、大谷選手はその打球初速度でも、本当にメジャーで、あの、常にトップレベルの、トップの位置に、え、をキープしていると。足の速さを測るときに、まあ、見た目で単に速い、あの、これまでは速い、遅いとか、あとは、あの、盗塁数で見てたんですけど、 まあ、盗塁にも数多く、あの、走る機会があったり、あの、出塁が多い人手は、自然的に盗塁も多くなるし、必ずしも足の速さだけを表さないと。それに対して、もう本当に平均一塁にどれだけ速い速度で、えー、行けるかっていうのは、 その人の、まあ、シンプルに足の足がどれくらい速いんだろういうことを表す速度になりますよね。まあ、盗塁というとアメリカの伝説的なリッキー・ヘンダーソンとか思い浮かべるんですけど、まあ、見ててやっぱ面白かったのは、もう失敗しても盗塁するんだみたいな、そういう風潮もなんかあった気がするんですけど、そういう風潮もなくなってるということですかそうなんですよ。あの、リッキー・ヘンダーソン、本当にもう、まあ、 史上最もこう愛され、あの、愛された選手の一人だと思うんですよね。というのはやっぱりダイナミックなプレーが魅力的で、はい、あの、塁に出たら絶対に走るだろうって言って、はい、まあ130盗塁っていうと本当にとてつもない記録を出したんですけど、今年はちょっとあの、変わってきてるんですけど、この数年で。ただ、この過去10年見てみると、本当に選手たちが走らなくなってくるんですよね。盗塁をしなくなってると。それはビッグデータを見て、盗塁っていうのは、 あの、かなりか高い確率で成功しないと。例えば、7、80%の確率、少なくとも、確率で成功しないと、チームにとって逆にマイナスになってしまうと、どんなに走っても。ピキヘンダはその点、あの、非常に、盗塁の確率も高くて、価値はあったんですけども、<っ>例えば、100盗塁しても、成功率が5割だったら、チームにとってマイナスになってしまうということが分かってきたので、それで、あの、チームも、やっぱり投塁に対して慎重になってきたんですよね。あと、まあ、ピッチングの方、まあ、大谷は二刀流なんで、例えば、二桁勝利とか、まあ、 9勝なのか10勝なのかって、まあ、どうしても、あの、メディアだとそういう差が出ちゃうんですけど、まあ、それから、もう少し防御率とか、あとは、あの、他の指標もやっぱりピッチングで出てきているということですかね。そうですね。もう、本当にアメリカのメディアは、今、あの、アメリカでいう日本の勝ち星、あの、負け星っていうのは、ほぼ注目されなくなってます。チームメイトの強さ、チームの強さによって、かなり大きく影響を受けてしまうので、勝利数っていうのは、 例えば、5点取られてもチームが6点取ったら、プラスの評価を、あの、勝ち星がついて、プラスの評価を得てしまうというとんでもない仕様だと思うんですよね。 まあ、その逆しかりなので、大谷選手が弱いエンゼルスで、例えば9勝を挙げたら、それはもしかすると、他チームに行ったら15勝の価値が、15勝してたかもしれないと。それは大谷選手の実力とは全然関係ないじゃないかということで、アメリカのもう記者たちもほとんど記事を例えば見ても、その勝利数について触れなくなってるんですよね。それぐらい、まあ、勝ち、あの、勝利数っていうのは、あの、アメリカではもう、 もう昔の数字というかもうほとんど注目されないあの指標になってきてます。それの逆にまあ例えば防御率とか例えばウィップって言ってどれだけこうランナーを出してしまう投手がロンナーを一回あたりに出してしまうかっていう指標だったりとか、あとはフィップっていう、えー 防御率からさらに守備の要素とか球場の要素を取り除いた指標がありますし、そういったとにかくなるべく運の部分を排除して、正確に選手の能力を反映する指標を使っていこうという傾向にあります、今。評価が個人ベースになっているということです。例えば、まあ、投手だったら、まあ、守備の状況とか、チームの強さによって勝利数が変わっちゃったりとか、あと、打撃もですね、まあ、初速度をちゃんと測ると、あ強いバッティング分わかるんですけど、やっぱり風の向きとか、まあ、守備の状況とか、グラウンドの状況で、まあ、そういうできるだけそういう運とか、 チームとかを外して、個人の能力にフォーカスしようっていう流れになってるんですかね。はい、そう、今、そういう流れなんですよね。というのも、チームとしては、やっぱり、こう、特に編成で見たときに、 運の、運に大きく左右されるスイッチを見てしまうと、例えば本当に運が良くて、例えば1年間とんでもない活躍をした選手がいても、次の年それを再現できる可能性は限りなく低いんですよ。うん、それによって、例えば選手に何十億ってお金をかけるわけですから、チームとしてはそこのミスを絶対避けたいわけですよね。なので、とにかくその選手がどのチームにいても発揮できる能力に注目しよう。それを測る指標を使おう。 あのそういいいっった指標をどんどんん見つけててこうっていう今動きになってます、まあ、それはもうそ,のそれこそマネーボールからずっと続いてる流れではあるんですけどもそれが本当に今加速してる状況ですねあのそういった流れに批判っていうのはあるんですかねあの私も過去にイチロー選手をインタビューしたことあるんですけど、まあ、あのもちろんこういった状況をリスペクトしつつやっぱりその課題も指摘されてたんですよねでいろんな人に聞くとやっぱりデータ変調の弊害というとこも出てる 声もあるる気ががすすすんんででけどどその辺ってて今メジャーリーリグでどんな議論がされてますか一番言われるのはデータ重視の野球によって野球がつまらなくなったっていう議論が一番多いんですよね。ここは正直僕も納得できるところで、このデータの分析によって最適解が分かるようになってきたんですよ。この場面ではこうした方が勝利の確率が高まるっていうのがもう数字弾き出されてしまうので、どうしてもやっぱりみんなそれに従うようになってしまうんですよね。そうすると、 やっぱ野球が確一化してしまうんですよ。例えば、みんながこう、長打だけを狙うようになったり、こう、ちょっとコツコツバットに当てるような打者っていうのはいなくなったり、通りにも、あの、慎重になって、ほとんど、え、通りがないと、もう三振かホームランかの野球を例えばするようになってしまったり、あと、もっと言えば、さっき言ったパフォーマンスも、あの、の上げ方っていうのも、ちょっと、 え、こう、確立化されるようになってきてて、投球フォームだったとか打撃フォームっていうのが似通ってきてると、変なフォームする、まあ変なというかちょっと面白いフォームをするような人もいなくなってきてますし、あと、 選手の体型ってのもちょっと似通ってきちゃってるんですよね。どうしてもアスリートっぽく、もうちょっと、あの、太ってるような選手だとか、あまりに筋力がなくて細い選手だっていうのは、細、あの、なく、いなくなってきてると。そうすると、こう見ていてつまらないんではないかっていうふうに言うファンだったり、あの、専門家がいます。そして、あとはもう一つ、あの、どうしても長く野球に携わっている人に多いんですけども、まあ、これは正直ちょっとデータに関する理解がちょっと乏しいと。ついていけてないので、 あのデータにこうなんか振り回されちゃってる気がするっていう、例えば監督さんとか多いんですよ。例えばあの元エンゼルスのマドン監督ですよね。あの有名なジョー・マドン監督っていう大谷選手の監督でもあった人がちょっとデータ野球にあのいろいろ投げかけてるんですけど、あの、ただ確率化してるっていうところは彼も言っててそこはあの間違いないところではあると思うんですけど、ただやっぱりこの指導者とか このチームに関係するこのフィールドでプレイする人たちもデータをちゃんと理解していないと逆にそれに振り回されてしまうことになるとそう感じるのはしょうがないかなと思います。ただもうこの流れは変わらないのでやはりデータを 理解することによって、データの使い方とか、その意味するところを理解することによって、逆にそれに振り回されないように、あの、自分を身を守るっていうことはできるようになると思うんですよ、選手も監督も。そこはやはり、あの、ちょっと、ジェネレーションギャップというんですかっていうのは出てきてると思います。なのでな、うん まあ、必ずしも年齢だけではないですけれども、やはり、あの、なかなか柔軟に長年こうやってきた経験とか、あの、考え方に縛られている人というのは、ちょっとこう、柔軟に、こう、データをどう、あの、使っていいのか分からなかったりとか、理解できないことによって、それに取り残されてしまうという現状はあると思います。そしてそういった人たちというのは、 正直言って、こうやっぱりチームの経営から外されるようになってきてるんですよね。そこでちょっとテーマの2に行きたいんですが、あの、まあ、大谷選手がこのデータ級球にどう向き合ってるかっていうところで、まあ、あの、こういう新しい指標をもとに大谷選手を、まあ、評価していきたいんですけど、まずはじめに、この大谷選手もかなりこのデータっていうのを意識してると感じますか,、ね、かなりデータを意識してると思います。いろんなところでそれは分かるんですけど、例えば大谷選手はもう、 あの、ピッチングコーチと、これはピッチングコーチに聞いた話なんですけど、大谷選手と話すときに、いつもこう、本当にパイロットのブリーフィングのような量の、 データを、えー、使って二人でこう相談してやってるっていうふうに言ってたんですよね。もうコーチの方が逆に困ってると。ただ大谷選手はそれに対してインタビューなんかを聞いてると、そこにこう別にそれを普通に感じているあのー、様子も見せないですし、自分もそのデータをあの読み込んで、えー、それを自分のピッチングだったりバッティングに活かしてるっていうふうに言ってますし、あと大谷選手がこのデータを理解してるなってすごく感じるのが、やっぱり運で自分がコントロールできない部分。 あの、運だったり、あの、まあ、チームの、あの、パフォーマンスだったり、自分でコントロールできないところは、もう考えないようにしてるっていう風に、あの、はシバシでインタビューの端々ばし答えてるんですよね。そういったところでも、大谷選手は、この、まあ、データ野球にフィットしてるのか、まあ、もともとそういった考え方を持ってるのか分からないですけど、データをうまくあの使い、使ってるな、理解してるなという風に感じます。世界でもトップレベルのパワーを持ったバッターだっていうことが、これを見てわかると思います。身体の部分はそもそもずつ抜けてるっていう評価ですかはい。もう もうアメリカの専門家がやはり言うのは、大谷選手はアスリートとしてメジャーで一番だっていうふうにみんな言うんですよね今後、このデータ野球でどういうふうに発展していきそうですか、あるいはそれによって、アメリカのメジャーリーグでどういうふうなあの、まあ、未来になっていくんですかねもうこのデータ重視の流れというのは止まらないと思います、これはもうずっと続いていくと、もう今どこもデータに基づいた野球やってるんですよ。はい なので、いかに他のチームが見落としているところに気づくか、そこで差別化をするかっていうところに、どのチームもお金と頭を使っていくっていうふうに流れになっています。るることとで勝てる時代は終わったと